風すごくない？すごいよね。緑で覆われてるわ。おー、すごい。発見当時だからほっといたらどんどん大きくなるんだろうね。まあその日差しを遮るカーテンのようになっているということで、最後はガジュマルコース、ガジュマルの森コースに行ってみたいと思います。いや、いよいよ大石林山のコースも終盤ですけれども、はい、ここも有名ですよね、ガジュマルの森、うん、さっきまで岩だったけどね、うんうん、コースの名前にもある通り森林コースとなってますから。なってますから森林コースになってますからね。ガジュマル森林コースは巨大なガジュマルや6万本のソテツでできたソテツ群落など亜熱帯の植物たちが林立するコースです。ご覧の通り森林率が高めの遊歩道が続きます。野鳥のさえずりやマイナスイオンであふれる爽やかな空気など森の息吹を肌で感じることができました。さて、最初のスポット地点に到着です。そうな、ありそうですね。勢いでソテツ群落、すごくない？すごいよね。緑で覆われてるわ。別にいいですね。さて、ここからは幸せを呼ぶ7本のガジュマルが続くガジュマルロードに潜入していきます。ガジュマルとは熱帯地域に生息する常緑高木の一つで、ここ日本では沖縄から屋久島にかけての地域で見ることができます。沖縄ではガジュマルは幸せを呼ぶ木とも言われ、木の精霊であるキジムナーの住処としても知られています。さて、いよいよ1本目のガジュマルに到着です。さてさて、見えてまいりましたのは、いよいよ幸せのガジュマル。精霊が宿る神木なんですね。すごい、すげえ。こんなムチってるんだ。ムチってんが、でもがっちり下は、うん、気根のように踊りたい。気根のように気根蜜ですね。蜜だね、完全に。幸せを呼びましょう。いや、マジでここから幸せもらいますわ、はい、行ってみましょう、うん、すごいな、ロケを行ったって。ムカデガジュマル、ゲゲゲの鬼太郎って書いてあるよ。わあ、すごいね。樹齢200年。200歳。わあ、すごいな。ガジュマルチャージナウです。おお、いい感じに入ってきますね。ちょっと自分のパワーを持ってくる、ね、じゃあ行きますか。今7分の2なので。マジマジ、いそう。はい、あ、おっ、貧困ガジュマル、こちらにもその空間を守るように立っていることから。え、すげえ、すごいね。一個じゃなかったね、貧困ガジュマル。でもこちらも岩を抱いております。本日3回目のガジュマルチャージ、すぐそこにもある。あ、ガジュマルピラミッド、ガイドブックに使われそうな。確かに、またこれおしゃれですよ、こちらのガジュマルは。すごい、そうめんみたい。こちらですね、ガジュマルカーテンということで。あ、カーテン、 こうやって海が一望できるじゃないですか。まあその日差しを遮るカーテンのようになっているっていうみたいです。すごい、まあ、おしゃれですね、うん、どうですか、家に200年かかるじゃん、うん、このカーテン作るのに。確かに、子孫代々の景観といけんやつ。見れるの200年後みたいな。一口にガジュマルといってもいろんな形状をしていたり、それぞれに興味深いストーリーがあったりと面白いですね。沖縄に住んでいながらも見るものすべてが初めて知ることばかりで、まだ見ぬ沖縄の姿というものをもっと探りたくなりました。意外と地元民の私たちでさえなかなか来ない場所ですので、観光客の皆様はもちろんのこと、ぜひ地元民の方々にも足を運んでほしいですね。さて、次のスポットに到着です。他の場所と比べて少しスケールが大きそうな感じがします。おお、やばい、すげえ、これぞガジュマル映えです。これは圧巻ですね。圧巻、わあ、すごい、これウガンガジュマル、数あるガジュマルの中でも一番大きく
なんと樹冠の広さは日本一を誇ります。上から見るとこのような見応え、記念写真も撮らずにはいられません。天から気根を垂らす姿は本当に神や精霊などが降りてくるんじゃないかという気配すら感じます。ガジュマルの名前の由来は絡まるがなまったという説があるようです。なんだか地面から生えているというよりもまるで気根自体が土台となって地面から湧き立つような感じがしませんか。実はこのガジュマル、発見当初に記録写真を撮ろうとしたところ2台のカメラが相次いで壊れ、後日清めのためにお祈りをした後ようやく撮影できたことからウガンガジュマルという名前がついたそうです。その後はユーミンさんや堂本光一さんなど一流ミュージシャンがこぞって撮影やロケを行うスピリチュアルスポットになっているようです。まさに神がかったガジュマルという印象を受けました。あと駐車場まで300メートル。お、うん、大石林山には未だに解明されていない謎の石積みや石垣がたくさん存在しています。その中の一つが上がり目、太陽の入る場所という意味合いを持つそうですが、すごく興味深いのは車の入れないこの場所に数トンもある石をどのようにして上に乗せたのか、人の手によって作られたのか、または自然現象によるものなのか、その実態は謎に包まれたままのようです。あ、出口、最後の最後竹なんだ。竹なんだね。確かに。ということで大石林山60分のコースを終えました。できましたね。結構時間かかりました ね、まあ、60分なんですけど、実際には自分たち90分ぐらいかけてゆっくり歩いていったんですけど、まあね、野鳥の声だったり沖縄らしい植物もあったりですごく楽しかったです。なんかすっきりしましたね。そうですね、五感が琉球国以来期に出るぐらいのすごく神聖な場所でもあって、なんかいい気をもらったというか、またトレッキングみたいな感じで軽い運動にもなってすごく良かったなと思います。ということで今日は沖縄本島最北端の地大石林山からお届けしました。ありがとうございました。